で、次ベルトウェイ、床が動く、もしかしてベルトコンベアってこと、これか。これでも頭使えばいいんじゃないかな。こっちでしょ。犬は動かない。こう行ってこっちだと落ちるから、あ、この上でさ、あれが置けないわ。え、どうすんの、そしたら。こっちに当たるの。あ、木は避けていくんだ、普通に。このスイッチは何？ちょっと待ってよ。一人だけ乗った。一人だけそっち行った。あ、このゴールディを、あれか。先回りしとく？ここはどうなってんの？ゴールにたどり着けるのは、どこだ？ここ。ここやな。ここ。ここから入ればこういって。で、こう行けるから、あ、最後はこうで、これを踏むと、こう行ってこう行ってこうでいいのか。うん、一方通行だね。で、こうこうして、ゴールディを呼ぶにはジャンプしないといけない。え、あ、ジャンプないよね。落ちてくる、このゴールディ落ちてくるかな。下に落ちてくるんだったら別にいいけど、もうジャンプないもんね。こうして、のためこうしとこうか。これは関係ない。こうして、こうこうこうでいける。ゴールディが普通に落ちてくるんだったらもう問題解決。踏んだ、落ちてくる。 OKOK。 あとこれだ、これ忘れてる。こう、はい、これで、ついていってくれる。オールディ戦闘ちょっと気になるな。よし、出るかな、ちゃんと言ってるよね。はい、来てる、ちゃんと並んできてますね。もうじゃあ早送りします。待って、もう一人。はい、OK。 よし、次はイローザベルト、なんやこれ。うわ、何、下になんかある。ブロックをまずここに落とさないといけない。ゴールディじゃあこのブロックの下はどうなってんだろうね。なおかつ多分これをここに落とさないといけないんじゃない、もしくは逆か。これややこしいな。このベルトコンベアの上って矢印置けないんですよ。これをちょっと一回試しに、このブロックもベルトコンベアで動くのか見ます。押さなくても動く。あ、動く。どこで落とすかで結構か。そこに落としたらもう落ちちゃう。クリアアイテム。はい、ちょっとせき止めといて。で、どこに落とすか。
ここに落とすと落ちる、ここに落とすと落ちる、ここに落としても落ちる、ここに落としても落ちる、ここに落とすと、ここやな、一択や。ここ落としてこういって、ここにはまるしかないね。あ、ここに、あ、一人落ちちゃった。溢れてる人がいる。こういって、こっちに落とし、ここに落としたいから、こうね。ちょっとだけブロックをまず先やっちゃいます。ここまで落とす。で、今度こっちに落とす。ちょっとこっちやってみよう。で、そこにはまったね、うん、人も必然的にそうなんだよ。ここにしか行けない。一人で今押してる。この人がこっちに押し、ちょっとこれ邪魔やな。どっか行って、一人操れたりできひん。一人だけ操ったりとかってしたいけど、これを向こうに押すと、こう行って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 こう、あ、落ちるんだ普通に。落ちる。ただゴールディを連れていくためにはここをこう行ってこう行ってこう行っていくのは、先にブロックを押した状態でだね。うん、分かった。解除。ロックは落ちる。うん。ここか。こうやな。あ、ちょっと待って。え？あれ？あれ？思ってたんと違った。こうした。あ、そっか、ここがこっちなんだ。え、どうすればいいの？じゃあちょっと待てよ。おお、こっちに押さなあかんってこと。ああ、もうクリアに必要なブロックを失いました。もう一回リスタートします。で、こう来て、先にこっちに来らないといけない、うん、人をね。ちょっとでいいよ。ちょっとどうなるかわかんないから、ここで、こっち行って右に押すでしょ。うん、押さない、もう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 押さない。OK。それは連れていくのはいい、いいよ。で、ここを今度こっちにやったらゴールディを連れて、ゴールに行くね。オッケー。この順序でした。はい。もういいや。目おかしくないっすよ。ああ、違う。そこじゃないわ。こっちでしたね。お？ん？ここか。ここだ。違うやん。ちょっと待って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 、こっちか、ここか。もうオールディ連れていった。はい、これでいいね。はい、2人目もよしよしよし。はい、 BGM セレクター。はい、うん、まあいいわ、それは何でも。もうちょっとありますね。ほんとトライアル A の4をやります。ドロップボックス落ちてくる。ここで今落ちてくるけど、え、ちょっと待って、これをどうせっていうの。落ちちゃうやん、落ちちゃうやん。ちょっとこれを押したらどうなの。え、
止まる？止まった。止まるんだ。止まった。でもクリアには動くことも必要。これどうすんの？でも。え、上に登れへんことない？あ、ジャンプがあるんか。ジャンプで落とす、連れていく。ここに落としたらジャンプでそっちに行けるってこと？なら、ちょっと上に何人か連れて行きますか。あ、でもここにこれ踏んだままにしたいから、ちょっとここでせき止めます。これで、踏んだままね。で、残りを連れて行く。こう下に落とさないとね、まずはね。でゴールディ連れて、こうしとこう。これね、ここまで落とすんですよ。あれちょっと待ってよ。このブロック、あー、でベルトコンビは動かすんだ。そのセットなの。ちょっと大変やな。ちょっと大変。ゴールディをちょっとこっちの方で確保しておきたい。じゃあこうして、こうしよう。で、ベルトコンベアをちょっとだけ動かしたいんだけど、難しいな。こっちにしよっか。どうしたらいい？なんか溢れて落ちそうなんだよね。そっちにちょっと待って、一人ゴールでいってるわ。落ちないようにちょっとこっち向きにしとこう。こっちにためとこうか。ちょっとゴールディが邪魔やな、はい、でこうしとこう。どんどん溢れる人で、一旦ベルトコンベア解除。難しいな、タイミング。はい。あ、ちょっと待って。あ、大丈夫？ちょっと待って。ちょっと待って。ゴールディどうなる？上にやろう。ちょっと、扱いが本当にめんどくさい。この列に人はちょっと、うろちょろしといて。あ、落ちた。ちょっと待って。むずいな。群衆とブロック。ベルトコンビは同時に操作しなきゃな。これややこしいな。よし、ちょっと早くして落とす。ゴールディ合流。こっち、ここをうろちょろしといてもらう。で、ベルトコンベアを一旦解除。あ、ちょっと待って。あ、こっちに行くん。なんで溢れんの、そこ。ちょっと待ってよ。危ない。ちょっと待って。危ない。もう。押すな。あ、ちょ、ゴールディ、二人ともここにいといて。うん。オッケー。で、ベルトコンビは解除で、この上はもうジャンプ置いとこ。はい。ややこしいな、ほんま。で、ベルトコンビは解除して落とす。落ちる。はい、OK。これ、ここジャンプしていく。溢れてる人が勝手に行ってるんだね。で、こうね。はい、ちょっと待って。あ、嘘。ちょ待って、ここで操作できん。ちょ、いや、あ、そうか、面倒やな、もうこれ。は
面倒やなこれほんま。ほんまにこのクオリティを触れないようにしとこう。こうする、たまる、たまるよね。こうしとこう。で、ややこしいな。ジャンプ。これは排除。こうやな。落とす。で、これをまず、こうします。なんか溢れちゃうんだよね。溢れて、隣のブロックいっちゃう。これはこっち。落とす。はい。クオリティ合流。ここに待機するでしょ。で、ベルトコンベア解除。解除する。で、勝手に落ちるでしょ。この辺うろちょろするね、私。おおおお。OK。で、あ、まあ、落ちていくだけやから、これはね。溢れるんだ、ここでね。もうベルトコンベアつけとき、うん、で、飛ぶからこれを秋上のホールディ回収しよう。これで OK なはず。手順が、あ、いったね。よし、もう大変ですね。で、次ロックザベルト、うん、ややこしいな。もうファンもあるよ。ちょっと待って、一時停止はできるようになります。これで、どこのスイッチかが分かる。上のスイッチがファンが働いて、この横のスイッチがベルトコンベアストップ。ってことね。ってことね。で、まずどうすればいいんだ？ファンを働かせるためには、上から、あ、こっち登れるんだ。ストップするのが先か。ストップするのが先。ホールディはちょっと触れずに置いて、こう、こう、こう。で、ちょっと数人送ります。いいでしょう。来る、ベルトコンベアストップする。はい、ストップ。で、ここのベルトコンベアはストップしないんだね。このボタンを押すためには、え、ファンをつけないといけないでしょ。え、どうやってそこたどり着くの。あ、ちょっと待って、これ真ん中のブロックって押すやつだ。押す押すんだ。え、でもこっちに押していくと、途中で穴があるから押せなくなるでしょう。さあ、ここまで2個押した段階でベルトコンベア乗せる。ん？横から押す。
すんのこれ。押す、こっちに押す。ここに持ってくるんか、ここに持ってくるんかな、その黒いブロック。そしたら上に置けるよ。そしたら後の群衆は、え、ちょっと待って、そっちの奥に行けへんやん、思ったけど。あ、違うか、ここだから横を通るよね。こうだね、こっちから通る。こうする、こうする。ここ登れるんだよな。これは後でいい。こうする、2個押して、よしよし、もう1回押してストップ。あ、もう押せへん。え、これ以上なんで押せへんの。あ、人がいるからか。この、こう押す。うん。で、ちょっと待って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 。多すぎる、人が。多すぎる。こっち、こっち。これ、登ってる人がいるよ。なんか知らんけど。ちょっと一旦、人を減らそう。もう一個押さなあかんかった、もしかして。ってことか。ちょっと待てよ。ここまで押す。で、こっちに押して、どこまで押したらいい？もう一個。待って。群衆を整理しないと。なんか、群衆のさ、そういう事故とかわかるね、これね。こういうことになるんだね。みんながまっすぐ行こうと思ってもはみ出ていく人が いるってことだよね。これちょっと置いといて、もう1ブロックだけ押したい。で、こうしとこう。その流れをね、この流れをちゃんとコントロールしないといけないね。こうして、で、今度こっちから上に押すと、ベルトコンベアが動くから、なんてことすん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 、おい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 、ちょっと待って、うわ、おお、ずれたやんか、ずれた。群衆の管理むずい。5人だけこっち、はい。あー、ゴールディーもう触らないで、ゴールディーに。ゴールディーはじゃあ周回コース行きで、そこで下行くやろ、そこで下行く、はい。こいつ邪魔、はみ出るやつのことも考えとかないといけない。これね、周回コース行き、この群衆はもういいんですよ。周回コース行ってるけど、往復コースにしよう。ベルトコンベアの上が通れなくなる。よし。あ、ちょっと待って、違うわ。こっちのベルトコンベア一方通行だから。おお。ちょっと待ってよ。管理するぞ、群衆を。ここにはみ出るやついるし、ちょっと整理しよう、はい。でベルトコンベアはまだいつもはみ出るな。こうこうね。でどこまで押したらいいの。ここに押したらいいから、今度これをこっち、これをちょっと向きを変えたい。ちょっとこっち押さないでいい、押さないでいい。こうね。ゴールディが
からなんか壁から転落していくやつがいそうだから。押す押す。ジャンプか。ジャンプ。乗った。こうね。むずいな。ここまで押したら、ジャンプってないの？思ったけど。あれ？あ、ジャンプないやん。ちょっと待って。俺ジャンプありきで考えてた。ちょっと待って、どうしたらいいんだこれ。あ、この上に人を乗せた状態で行くんだ、ずっと。そういうことか。ジャンプないもんな。また最初からやらないかよこれ。大変。ちょっと考え方を変えないといけない。で、そっちに行って、そっちに行って、上に登って、ここで、だから、回るやつを作っておかないといけない。ここ登るね。はい。ちょっと少人数、スイッチを据える係を。どうし、どうしよう。スイッチ係と被るな。どうしようか。むずっ。ね。もうそんないらんでしょう。一石二鳥です。もう溢れるもんね。聞いたらもういいよね。ここの上でずっと、あ、ちょっとここに溜めとこう。行く人が行く人いるよね。ここで回る人はいる。うん。で、右から押した方がいい。で、とりあえず押すか。溢れていく人がいる。この辺使おう。この人数ぐらいでいいと思う。はい。押せる。押せる。君たちなら押せる。2個。もう1個押す。もう1個押す。うん。はい。ゴールディ、触るな。OK。溢れるやつの管理が面倒やな、ほんと。ループするように。押してる。こいつらは回り続けてるね。これはスイッチを守ってくれてる。で、なんでそこ登っていくの？あ、これに引っかかるんか。で、こっちに落とす。この人数でいいよ。この人数だけでいいよ。はい。1、2、そこでいいんじゃないか。まあ、ここは起きない。ゴールディどうなった？ゴールディは押されてる。生きてる、生きてる、生きてる。ゴールディは生きてた。はい。ここに行く。ここは群衝しても大丈夫やね。はい。押す。使わないの解除して、まっすぐ押す。 OK、 押せない。はい、いいよ。でここまで誘導できた。このスイッチを押してもらうには、おスイッチの上通せるの、まあ、ここぐるぐる回っといてもらいましょうか。
パンが動く。いいよね。OK。ややこしいから、ルート一本こっちにずらそう。おう。おう。おうね。半分ぐらいでいけるんじゃない？これね、これスイッチ係。よし。はい。ゴールディ回収係を。こう。これでもうその上行ってくれるよね。ゴールディ先回収しよう。この辺にいるシトラでいいか。こうして、持て。これまっすぐ歩いていったらいい。うん、はい、はい、で、こうだね。これでお願いしますよ。もうクリアさせて、はい、こっちも行こう。さあ飛んできて、この上乗って、ここまで届いて、ここまでいける。そうなんの？ちょっと待って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 。どうすればいい？これゴールディが壁にぶつかる。どういうことするの？そしたらちょっと待てよ。ちょっとこれあかんの。この思惑では無理だった。不思議だ。このゴールディ回収部隊をちょっと作っておこう。これね、ちょっとうろちょろさしといて。もうこんな大人数じゃなくていいし。一緒に溶け込んでくれへんの？ゴールディ一緒に動いてくれる。ゴールディ直接操作はできないんだよね。中溢れる人出てきそう。これどうしたらいいんかな。そしたら、あ、そうか、その黒いブロックこっちまで持ってくんの、もしかして。したら大丈夫なのか。なるほどね。まだもう一個必要でした。本当に。な、これをちょっとゴールディ回収して、ブロック押す分には別にいいよね。ここに押して、ちょっとだけ押す係。お願いします。はい、大丈夫？ここで落ちる。群衆管理むずすぎる。ここで、合流させるか、ゴールディは。で、こっち、さっきと同じでいいよね。これでもう着地しても落ちないでしょ。よし。入ってきて、入ってきて。ここね。ゴールディ来てからにしよう。扱いがめんどくさいから、はい、これぐらいにしとこう。いった。あ、で、これが邪魔やった。どうしよう。これで来る。 OK。 ゴールディも来た。長いなこれ。ほんとはい、これスタッツトライアルメニューにスタッツ、こういうのが出てくるんだ。
統計情報とかいらんけど、ね、